皆さん、こんにちは。今日は映画サムライ戦隊シンケンジャー2009年から2010年の俳優がどのように変わったかをお見せします。あなたは彼らの元の名前と年齢を知るでしょう。2021年に彼らがどのように見え、現在何をしているのかをお見せします。チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。行こう。松坂桃李は1988年10月17日に生まれは日本の俳優、モデル。神奈川県茅ヶ崎市出身。トップコート所属。映画では志畑る真剣レッドの役を演じています。彼は今33歳です。相葉弘樹は1987年10月1日に生まれは日本の俳優、声優。千葉県船橋市出身。映画では池波龍之介真剣ブルーの役を演じています。彼は今34歳です。高梨臨は1988年12月17日に生まれは日本の女優、ファッションモデルタレント。旧芸名は高梨麻里。千葉県船橋市出身。映画では彼女、白石麻子、真剣ピンクの役を演じています。彼女は今33歳です。鈴木翔吾は1989年2月4日に生まれは、日本の俳優である。神奈川県出身。映画では彼女、谷千明、真剣グリーンの役を演じています。彼女は今32歳です。森田鈴鹿は1992年9月7日に生まれは日本の女優、声優、タレント。京都府京都市出身。映画では彼女、香里琴は真剣イエローの役を演じています。彼女は今29歳です。相馬圭介は1986年10月30日に生まれは日本の俳優。神奈川県出身。映画では梅森源太、真剣ゴールドの役を演じています。彼は今35歳です。伊吹五郎は1946年1月2日に生まれは日本の俳優、タレント、司会者。本名伊吹勝俊。北海道西郡熊石村出身。映画では日下部彦真の役を演じています。彼は今75歳です。松沢和幸は1955年8月25日に生まれは日本の俳優。シスカンパニー所属。愛媛県松山市出身。映画では丹波俊三の役を演じています。彼は今66歳です。唐橋満は1977年5月30日に生まれは日本の俳優、イラストレーター。福島県出身。映画では不破十蔵の役を演じています。彼は今44歳です。見てくれてありがとう。新しいアイデアがあったり好きな映画を作ってほしいと思ったら下にコメントして知らせてください。私たちをサポートするために私たちのチャンネルを購読することを忘れないでください。ありがとう。そして次のビデオでお会いしましょう。